はい、こんにちは、つかつです。ということでね、今日もやっていきましょう。いや、今回ね、ブックオフ購入本、ついン21フルホンフェア夏編の113冊、パート3でございます。素晴らしい。 いやーほんとね、たくさん買ってまいりました。最近ね、100冊超えね、ずっと続いてると思うんです。まあ50冊以上がね、めちゃくちゃ続いてるんですけど、もうね、これはね、10万円なんですね。給付金の10万円があるから、まあまだまだ買えるかーとか言って、どんどん買ってって、買ってって、買ってっていくと、もうそれを超えていると思うんですね。10万円を絶対超えてると思うんです。で、僕もね、どちらかというと貧乏な人間ですけれども、まあようやくこの前ね、YouTube の、ね、収益化しましてね、それで、ね、 まあ、わずかですけれども、やっぱ収益でね、お金が入ってくるということで、本当に皆さんのおかげですけれども、やっぱ本棚をね、どんどん潤していこうと思っておりますということでね、今回やっていきましょう。まずこちらね、こちら紹介しますと、これ石川達郎ね、最近石川達郎めちゃくちゃ買ってくるっていうか、よく見かけるようになったね。で、こんなにあったかなーって思うんだよね。意識し始めると見かけるのかなそういうもんなのかねで。まずはこちら、その最後の世界という本と、 あと、洒落た関係ね。洒落た関係っていいタイトルだよね。で、この表紙もなかなか渋いよね。石川達郎ってね、第1回芥川賞取ってる人で、結構古い人なので、表紙とかやたら渋くて、まあ、洒落てる、文字通り洒落た関係みたいなことだけど、いやー、これいいね。これ後ろもね、何も書いてないのよくないですか。 ま、これ買いました。続きましてね、これ一気に紹介するけど、これあったんだよ。これさ、おかしくないですかこんなのゲットできるんだって僕思った。これね、まずこちらだけど、これ川端康成の新潮文庫の3冊ね、こもってなかったんですよ。で、1冊250円ぐらいなんで、これは買うしかないと思って買いました。まあ、これは古フ本フ祭りの方でね、買ったやつで、この紙がね、紙がついてて、これでね、まあ、綺麗に保てるっていうやつなんだけど、まあ、これ女であることっていうのと、 あと、川のある下町の話っていうのと、あと、虹行くたびね。この三冊ね。市場文庫でね、川端康成はかなり集まってきているので、これね、もう一気に三冊ゲットと、超嬉しいですね。あと、こちらね。これね、ブックオフにあったんですよ。100円だったの。それはおかしいですよ。買わないとね、って思って。川端康成のこれ、中古文庫をね。 100円でね、売っていいんですかと。いいんですっていうことでもうこれ買っちゃいました。美しさと悲しみとっていうのと、抗原ですね。いや、これほんと見ないよ。中古文庫の川端康成見ないからね。もう100円で売ってたら即買いですよ。絶対にという感じで,で。あとこちらね、これ買いました。これヘミングウェイの移動宿祭日っていう本ですね。ヘミングウェイのね、新潮文庫も今集めていますから、これ持ってなかったんですよね。で、やったと思ってね、移動宿祭日ってなかなかね、タイトル良くないですか あ、ムーブアブルフィーストですかね。へえ、そういう本あんだなと思ってね。ヘミングウェイもうちょっとでね、コンプリートなんでね。あと少しちょっと集めたいなと思っております。で、あとこちらね。これは池澤夏樹先生の明るい授業と。池澤夏樹の新潮文庫って結構ね、これ8でしょ。だからかなり出てるはずなんだけど、100円でね、見ないね。 見るやつは見るよ。でも見ないやつは見ない。本当にね、ないって思った。で、一昔前、僕、池澤夏樹先生の新情文庫を集めてない時に、売ってたのを見たんですよ。で、その時、買いはよかったなと思ってね、欲しいと思った時に見かけないのがね、ブックオフの不思議なんだよね。なんでなんだろうね。僕に対する嫌がらせとしか思えないんだけど、まあ、ちびちびね、集めていこうと思いますね。で、あとこちらね、海光武先生の、神と共に行け、長寿大ツ2という本で、 これいいですね。まあ、海イ武先生もね、今集めてるんですけど、これ長時大で位置もね、持ってるんですね。だから、これでね、揃ったってことで、いや、嬉しいですね。で続きましてね、この2冊ちょっと紹介しますけれども、こちら、小川国夫のある聖書っていう本と、こちら、滝井工作の無限法要ですね。 いや、この2冊ってね、まあ、身長文庫の古いバージョンのやつなんだけど、この2人も古いよね。まあ、昭和の作家っていうか、滝工作なんか、昔の第1回だったかな、の芥川賞の選考委員やった人ですからね。だからその時代の人なんですよ。小川邦夫もね、 今、講談社の文芸文庫とかにどんどん入ってきてる作家で、いや、ちょっとね、読まなきゃなーと思って、古い人ですよ、この人も。ここら辺のね、本当に古い昭和の作家とかは、案外見ないんですよね。見るやつはあるんだけどね、ほとんど見ないのでね。まあ、100円だったらもう買いだなと思って買いました。続きまして、こちらね。これ買いました。これ藤沢製造の、根津権ン裏っていう本で、 藤沢製造っていうのは、もうこの人も古い作家なんだけど、1922年に書き下ろし長編小説、ネズゴン,ン裏を刊行したんだけど、1932年に芝公園のベンチで投資隊で発見されるっていうね、なかなか人生すごい人なんですよ。で、これ、この人を西村健太がめちゃくちゃ好きで、これも西村健太が解説してんだけど、西村健太の再発見によって、やっぱ表に出てきた、 作家なんだよね。西村健太は芥川賞作家なんだけど、藤沢製造がめちゃくちゃ大好きで、そこからやっぱりいろんな出版社が出してきたりしますよね。講段社の文芸文庫にも入ってきたりしますからね。やっぱりすごいなと思う。で、続きましてね、この4冊紹介しますけど、これね、辻国夫ですね。いや、最近ね、辻国夫のね、本ね、よく見かけるようになったね。だからよく見かけなくなる本と、よく見かけるようになる本ってあるんだよね。それはなんでなんだろう。時期なのかな みんなが手放すのか、みんなが買い占めるかのどちらかしかないと思うんだけど、まあこちらは新庄文庫の回廊にてっていうね、本と、あとこちらは廃墟者ユリアヌスの常駐芸ですね。これも一冊100円でね、ブックオフで売ってましたけど、いや、こんなん見かけないもんね。あったら絶対買うもんね、こんなんね。で、次ね、この二冊をね、紹介しようかと思いますけど、まずこちらね、畑山博さんの束の間の二十歳っていう本で、これは集英者文庫から出ててね、 畑山広さんっていうのは、 いつか奇跡を鳴らしてて1972年に芥川賞を取ってるね、第67回芥川賞を取ってる作家で、この人も古い人なんだけど、これも100円でね、やったと思って、鳩山博志だと思ってゲットしました。鳩山博志の修営者文庫ってこちらもあるんですね。これは僕この前買った本なんだけど、この2冊でね、終わりみたいで、やったと思って、鳩山博志の修営者文庫コンプリートだと思ってね、嬉しいなと思ってね、買いましたね。で続きましてこちらね、これ良かったね。金井美恵子の 単語集と、講段社文庫なんですけど、みえ子って、このタイプの講段社文庫って見ないんですよ。そもそも、金井いみえ子がまず見ないからね、100円とかでね。でも売ってましたね。金井いみえ子のね、この講段社は僕、玉屋っていうやつ持っていて、これだけしかないんだよね。もうちょっとね、出てると思うんです。だって2でしょで、これ3だから1があるはずなんだよね。だからね、欲しいなって思うんだけど。 ああ、これか。プラトン的恋愛が入ってんのか。プラトン的恋愛っていう小説があって、今、講談社のね、文芸文庫とかに、ね、入ってきてると思うけど、これが多分一番なんだよね。いや、欲しいなー。で、続きましてね、これ一気に4冊紹介しますけど、これはもう朝日文庫ですね。まずこちらね。これ、清岡拓之の、理社の国でと。これね、時代小説のとこに入ってたけど、 時代小説でもないよね、きっとね。でも、清岡拓之ってね、詩人でもあるし、作家でもあると。で、1969年にアカシアの大連で、芥川賞を取っていると。だからね、僕ね、本当に芥川賞作家って、頭の中に入ってて、あ、やっと清岡拓之と思ってね、これ引っこ抜いてきたんだけど、これも100円でしたね。いや、嬉しいなで、続きましょう、これね。丸山健二さんの生きるなんてですね。これ、丸山健二さんも、1966年に夏の流れで、 文学界新人賞、そして芥川賞を取っているという作家で、この人が確かこの時代にね、23歳で芥川賞を取ってて、当時最年少でね、芥川賞を取ったんですけど、後に渡谷理沙に抜かされてしまうわけですけれども、でもこの人って面白くて、分断とね、一線を隠した独自の執筆スタイルを貫いたと。 生きるなんてって結構ね、ペシミズムな感じはあるよね。どこがね、この人って。ニヒリズムでもある感じはするんだけどね。で、続きまして、こちらね。これも良かったね。これも100円だけど、村田清子さんの縦王無人の文章レッスンということなんですけど、私たちは宇宙空間を飼っているとかね、あるんですけど、この村田清子さんっていうのも、1987年に鍋の中っていうので、芥川賞だって作家なんですね。だからもうね、芥川賞作家の本が100円で売ってたら、ま即買いですよ。 基本は集めてるっていう感じでね。これもでもね、なかなかね、見ないですよ。この本なんか100円で売ってるとこなんか見たことないので、一度見逃してしまうとね、もう終わりなんだよね。そういう世界を僕はやっているというとこなんですけどね。であと朝日文子最後ですが、高橋玄一郎の、これ人に言えない習慣、罪深い楽しみと、読書中読者の残悔と書いてますけど、まずね、これ本ね、 表紙見ると、こう G しか書いてないでしょ。絵とかないじゃないですか。あー、これは菊池さんだなって思わないといけないですよ、皆さん。菊池信義さんがカバー想定してるじゃないですか。菊池さんの想定ってもう字しかないんですよ。絵とかあんまりないんですよ。だからあ、菊池さんだってすぐわかるようになったね、僕ね。あ、これ菊池さんだ、菊池想定だって言って、どん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 ,どんね、あ、菊池、菊池、菊池っていう感じで分かってくるようになりましたね。まあ、これはエッセイだと思いますけどね。で、このね、2冊買いましたと。 これは文集文庫ですね。最近文集文庫あんまりっていう感じかな。文集文庫ね、めちゃくちゃ好きなんだけど、買いすぎていて、まあ欲しい本がなくなりつつあるような気がしますね。で、まずこちらね、南の島のティオなんだけど、これね、持ってんですよ、実は。これね、全く同じ本持ってるんですけど、何が違うかっていうとね、これね、背拍子見るとどっちも緑でね、一緒だと思うかもしれませんが、ここね、よくよく見ると、こっちのね、 こっちの本には書いてな、ね、い。これ、増歩版って書いてるんですよ。だから、増歩版なんかあんだと思ってね、僕ね。で、これ番号一緒なんですよね。だから気づかないですよ。これは。で、Amazon でも同じ本にくくられていて、増歩版とこの一般のやつは分けられてないんですよね。で、僕もこれ見つけたときに、 あれ造補版って書いてるけど、僕の持ってる本ってそんなん書いてなかったよなって思ったわけ。まあ、100円だったから、まあ、失敗してもいいかと思って買ったらやっぱ書いてなかったんですよね。へーと思って、そんな本あるんだと思ったね。ここに書いてるのは、新作海の向こうに帰った兵士たちを加えた造補版と書いてますね。だからこれ書いてよかったなと思いましたね。で、続きましてこれね。車谷長吉さんの偽ヨステビトですね。 これね、持ってなかったんだよね。これ車とは超吉ってね。まあ、直木賞取った人なんだけど、もともとはやっぱり純文学の流れで入ってきてる人なので、僕は結構買うんですけれども。 この本はね、アマゾンで800円ぐらいするんですよ。でも100円で売ってたね。車では超吉の文集文庫って売ってるやつと売ってないやつなんですよ。でもね、まだね、持ってない本あるんで、ちょっとね、見つけたらね、買おうかなと思っておりますね。で、最後ね、最後はこちらですね。これ中古文庫なんですけれども、このね、4冊ね、なかなかこれも見ないですよ。 ま、あこれはね、見ます。これは。これは見ます。小川洋子さんの完璧な病室は、僕持ってなかったんですね。小川洋子先生の中古文庫は、今全部多分買ったんじゃないかな。シュガータイム、科目な死骸、ミだダの弔い、弱くない、で、完璧な病室、ミーナの更新は持ってると思うの。最新作あったような気がして、それは多分ね、持ってないと思うんだけど、まあ、これもゲットということでね。 あとね、ここですね。小池雅代さんの言葉汁。これはね、なかなか見かけないですね、これね。小池雅代さんも結構マイナーな作家な気がするが、もともと詩人なんですよね。現代史の賞を取っていて、タタドっていうね、短編集があって、そのタタドで川端康成文化賞、これ小説の賞ですけれども、それを取っていると。 だから結構詩集の流れから小説にね、純文学の世界に入ってきたという人で、小池正和の中古文庫はこれね、言葉汁、一冊しかなかったみたいなんで、へえと思って、これ買いましたね。で、あとこちらね。これもね、なかなか見ないですよ。これ辻原登の誰のものでもない悲しみね。これも見ないなぁ。この辺全部100円だからね。 辻原信さんというのは村の名前で芥川賞ね、1990年に撮ってる作家で、その後にいろいろ谷崎純一郎賞とか川端康成賞とかね、いろんな賞を撮ってる人なんですけれども、いやー、これはね、それは売ってたら買うわっていうね、話ですよ。嬉しいですね、これはね。で、最後ね。 最後ね、これ買っちゃいましたね。こんなん見たことないから、えーと、面白そうと思って買っちゃったんだけど、これ、アンの模様子がね、選んで絵も描いてると。だこれ、アンの模様子のね、絵なんですよ。で、これね、バンキク、女体についての発展と。これ、女体についてってなかなかすごくないですか今、セクハラとかでさ、ちょっと、絶対ダメなやつじゃないの。女体についてなんか、できんの。 これ2016年の本みたいなんで、今出せるか、まあ、出せるか、女帯ぐらいでね、女帯ってなかなかね、いい響きだけどね、僕も男ですからね。何がいいかっていうと、まあアンソロジーなんですよ。で、この目次見るとね、こんだけね、人がいるんですけど、いい人を選んでるよね、これね。ダザイから岡本香子、谷崎、有吉沢子、芥川、森まり、林ふ子、石川淳と。この8人の、 女体についてのね、発篇が入ってると。なかなかいいとこ選ぶよね。やっぱりこういうね、ちょっと色物な感じ、文字通り色物な感じなんだけど、でも入ってる短編がやっぱ素晴らしいと。素晴らしい作家のね、やつを選んでるっていうことで、ちょっとね、買いました。中古文庫出しそうな気がするけどねこう、こういうのね。まあそんな感じでね、今回ね、これだけのね、本買ってきました。ね、次回まであります。次回は主に小説の単行本と漫画。 この二つを変えましたんで、それも紹介していこうかと思います。ということでね。まあ、今回は終わり。高評価、コメント、チャンネル登録ね。どうぞよろしくお願いします。ではでは、つかちゃいました。バイバイ。